はい、かぶさるのを確認しましたね。はい、こういうふうにかぶさるんだけど、このままひっくり返したら水が漏れちゃうから、水が漏れないように今日はこの今度、スーパー X ブラックっていうのが、これが今までいろんなあのボンドを使ってきたけど、まあ、一番具合がいい。ここも難しいのでよーく見せてくださいね。じゃあこれスーパー X、 これをお水と金属をガチガチに固めます。よし、じゃあこれで取りました。そしてこの、この銀色になってて、ちょっとこう少しこうへこんでます。このへこんでるところを全部ボンドで埋めて、パテみたいに、へえ、なんていうかな、このへこんでる部分をボンドで埋めて、ちょっと行きますよ、行きますよ。はい、みんな見ててよ。ちょっと軽い力で、今はるちゃんはボンドを押しています。で、少しこのへこんでる部分がボンドでこんもりと膨らむ分ぐらいは出します。で、この銀色のところ、上の銀色のところとへこんでるところにボンドを出しました。牛乳パックのヘラを切ってあります。これでついてないところがないように軽くふわっと置いてボンドを取るのではなくて、くるっと一周して、へこんでるところがないように、隙間のないように一周撫でます。します。で、この時にちょっとねじりながら、ちょっと押し込む、1センチくらい入れます。はみ出ますボンドが。で、この時にはみ出るボンドが全くない人は、ちょっとボンド縦じわが寄るとそこから空気が入ったりするんですね。なのでなるべく空気が入らないように、まあ負けたらいいけど、でも無理だ、折れた、巻きました。ちょっとシワが寄りました。このシワが寄ったところを全部キュッ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 と、キュッ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 と空気の通り道を全部塞ぎます。少し触らないで置いてくださいって言ってたでしょ。ここでちょっと持っていい？待っててください。いやー、来てくれた。来ましたよ。よし、これ、ほら、こんなことして。みんな疲れてる。はい、そこまで来たら、みんな上からこの缶を覗くと、目があって鼻があって口になってる、みんな顔になってるよね、缶は。空き缶は顔になってるので、鼻の周りに小さなリング、プルタブを押さえてちゃリングだけ残ってるから、そのリングをね、そのリングをラジオペンチで挟んで下の方に回転させて、このリングだけ、鼻は取らずにリングだけ取ってほしいな。このちっちゃいリングだけど、そう、ラジオペンチを、そう、こう挟んで、こっちにこう回転させる。あ、ほら、ハサミの形状があるから、これを見つけるのに何ヶ月もかかった。目があって、鼻があって、口があって、完成形はどこに着く？